おここの音がすごいでかい。すごいでかいね、うん、待って、すげえかっこいい。つうことはだよ、うん、今度は俺がこの丸いやつになるってことだよね、きっと。私丸いやつがよかった。マジ米じゃん。ちょっとゆかちゃんっぽいよ、こっちの方が。ほんと？うん、細長いやつの方が。かわいい、うん、こんな、この先かわいいね。あ、性格っぽいのも差あんの、この2人。性格？あ、でもなんかあるね、性格みたいな。細い方がなんかあれだね、うん、なんか青い方が陽気じゃん。そう、陽気だね。なんかどっちかというとパワー系っぽい性格、うん、え？あ、これ、そうかそうか、そうでしょ。ほんとだ、33ま丸丸、うん、ゆうかちゃんはこのタイマイみたいなやつでしょ。タイマイみたいなやつ、うん、パートナーに手を振ってください。待って待って、俺からだね、多分ね。でもね、私ももう出てるよ、うん、おい、おい、行くよ、うん、振ってるよ、うん、かわいい。おうん、ピングツールを、できれば鶏がいいよ。鶏がいい？うん。これね。うんうん、これなんか後々意味が出てくるんだろうか。覚えといた方がいいかもしれない。動物を選ばされてる。わかんないでしょ、幻想記号って言われたの。わかわいい。見たことないよ。IN なんてわかんないよ。待って、これ、うん、あ、F か、F で、そう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 、あ、ちょっと待って、え、何でもいいのこれ、どれでも、あー、わかんねーのにしたな。ズンズンそんなのないよ。そんなの聞いたことないよ。お、あ、これはマイクラとかと操作一緒、うん、一緒だね。 OK、 For the sake of this test I will pretend to be your partnerUsing your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. ポータルをセットしてほしい位置を私に示してください。ポータルって？ポータルって多分この目の前に見えてるこの機械の、うん、なんていうの、腕みたいなやつ。うんうん、これ先っちょについてるのが多分ポータルガンってやつで、うんうん、ね、そのポータルガンっていうのは簡単に言うとこう時空をつなぐ。まあ、どこでもドアみたいなやつを撃てる機械なのね。やってみて。これ俺から？私何もさ、うん、出てこないよ。本当？うん。俺も何も言われてないね。あ、でもさっきの F を押せばこれが出て。あれ、なんだこれ？ないですよ。なんかわからん、わからん、わからん。5を言われた。それ今使うもんじゃないでしょ。あ、うん、見たよ。とりあえず2箇所、うん、俺もう通れるよ、俺、え、多分。これ2箇所打てばいいの？2箇所打てばいい。おお。そうそうそう、でもう1箇所、箇所、あ、あそこに行きたいから、うん、そう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 あ、あ、そうか、もう F はつかなくていいのか、うん、もうつかなくていいのか、右クリックと左クリックで、あ、そうそうそう、違う種類のやつ、そう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 、いけた？いけた？いけてる、いけてる、うん、あ、開いてる、うん、ん？ん？ゆかちゃんはどこ？私、
先に、あ、え、なにこれ、あ、私間違えて戻っちゃった、逆だよ、間違えました、あ、こっちか、オッケーオッケー、大丈夫、あ、大丈夫、オッケーオッケー、来たね、で、うん、ゆうちゃん多分そこ通れないでしょ、先、うん、開いてない、そうで、俺がここのスイッチに乗ればゆかちゃんが通れるんだ、なるほどね、そうそうそう、あ、じゃあここの私がスイッチに乗ればその3扉が開く、そうそうそう、協力プレイだ、そうそうそう、本物のこういう感じで、うん、ずんずん進んでいけばいいと、オッケーオッケー、うん、ん、ちなみにね、ちなみにね、俺はね、これの一人プレイモードはクリアしてんのよ。あ、ね、言ってたね。うん。はい。あ、ありがとう。こういうことか。そう。なるなる。自分だけだと進めないから、二人協力プレイモードはそれ用のマップになってるっぽくて、うん、なんかストーリーもなんか二人プレイ用になってるらしいんだけど、うんうんうん、俺そっちは全くやってないから。うんうん。え、今の段階で全然違う感じする？あらこれ。いや、もう全然違う違う。主人公も違うしね。あ、そうなの。そうそうそう。一人用の時はなんか女の人が主人公で。あ、うん。あ。まあでも本当このゲームはね、名作、名作中の名作というか。聞いたことないこのゲーム。いや、ゲームやる人のもう基礎教養らしい。あ、そう。これはやっとけみたいな。全然教養がない。じゃあ教えてあげるよ、うん、このゲームが何たるかっていうのを。と言いながらもう全然全然。あ、何？全然全然待て待て。あ、消滅消滅したけど。そしてここに乗ってみる、すぐ復活してきた。ちょっと待って、ちょっと待って。俺の方にスイッチがなんかあるから、うん、これ押すでしょ。あ、待って、ここ開いてるってことは、うん、なんかできるんでしょ、そっから。なんか拾うって出たよ。拾う。あ、ちょっと待って待って。今、俺ここにスイッチがあって、うん、スイッチ押すでしょ。多分ね、うん、ゆかちゃんの上のところから、うん、何か出てくるから。あ、なるほどね。そうそう、で、E で、E で拾って。オッケーオッケーオッケー。押すよ。いいよ。うん。ファック、そう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 。で、これをあそこにまたの、あ、え、つまりだよ。あ、そこ、つまりここに置くってことか。ここに置いて、うん、え、そこに置くって何、ここに置いて、いや、なんかもしかしたらもう一個ぐらい、うん、あ、ごめんね、こっちに俺、うん、あの俺はゆかちゃんが通れないところの、うん、あの方向まで進めて、ここにね、うん、穴が開いてんのよ、うん、つまりどういうことかっつうと、もう一回ちょっと今のあの箱を拾うのやってもらっていい？あ、オッケー、うん、あ、浅野さんが時空を歪めるってことか。いや、ここはね、歪めもしないね、一回落とすよ箱を。いいよ、うん、はい、で、それを俺に渡して、うん、あ、そういうことか。そういうこと、通る、おい、ん、おい、で、あ、で、ここ私が、そう、ゆかちゃんはそこは通れるから、うん、なるほどなるほど、箱だけ壊れちゃうね、なんか出てるよ、ん、はい、行くよ、はい、おい、開いた、うん、あ、そうそう、開いた、開いたね、なるほど、こういうことですよ。で、まあ、ここも同じような感じだとは思うんだけど、分かった、塩があるけど、ね、うん、ちょっと待ってね、ここを俺が打つでしょ、うん、で、こっち側の先にも打てるとこがあるから、反対側をこれで開通させて、じゃあこれが私が行って、とりあえず行って、その先にスイッチあるでしょ、で、私が押すよ、うん、押して、うん、おお、進めるじゃん、なんか紙吹雪みたいなのめでたやみたいになってる、うん、あ、なるほどね、あ、あ、ん、お、あ、初めて合流できた、そういうことか、待って、ジェスチャーしてみよう、ジェスチャーって言われてる、
行くよ。ジェスチャーが増えた。なんか増えてる増えてる。これやる。もう一回。はい。なるほどね。その行動はテスト対象外ですって言われて。嘘。そう言われてた。で進めば、うん、いい？うん、いいよ。ん？私がこっちか。色合わせた方がいい。うん。あ、うん、次の段階に。そうだ、あ、なんか浅野さんの何、浅野さんが Q だけになってさ、ゆかちゃん米だけになって、米タイマイになってゆかちゃん自己紹介をしてないよ。あ、じゃあ、ね、うん、浅野さんからやった方がいいね。うん、浅野です。あなたは？私はアシスタントの畳ゆかです。お願いします。ポータル2っていうゲームをやってます。もう今更ずれてる。今更だけどねなんかね、ずっとね、機械のお姉さんがね話しかけてくれるんだけど、うん、おしゃべりな割にね結構何言ってか分かんないんだよね、ずっと終始、うん、なんだけど、まあなんかね、こうテストコースみたいのがあって、それをどんどん、うん、あのクリアしてってねっていうことを強いられてるって感じで、うん、目的はねちょっとよく分かんない俺も。とりあえずなんかあれか、うん、た、や、一応テストっていうかさ、最初の、あ、死んじゃう死んじゃう、ちょっと待って、ね、でもさ、あそこが怪しすぎるよね。どこ？あそこあそこ、あのスイッチが、あそこには行くだろうね。あ、でもここに打てるじゃん。打てる打てる。もう一個どこに打てんの？これ二人で打ったらダメじゃない？ちょっとゆかちゃん、ゆかちゃんあっちに、あっちに打って、もう一個わかった、うん、あれ届かないよ。届く届く。あ、いけたいけた。ん、あ、いけたいけた。行くよ。行ってみて。あ、まあこれ2つスイッチあるってことは2人同時に乗れってことだろうね。そうだね、乗るよ。おお、びっくりした、びっくりした。うん、おお、エクストラコースはメインコースの後です。これはなんだろうね、後々もうちょっと難しめのやつやれるよみたいなことかな、うん、そうだね。とりあえず先進んでみようか。コースが選択されてないってよ。コースが選択されてない。あ、お、あ、ちょっと今 E を押したら、うん、アートセラピー選べってこと？選んだってこと？なんかさ、ここにさ、イグジットって書いたんだよね。これ何？行ったら終わりだよみたいな感じなのかな、ね、でも空気出てるから多分上にパーンって行っちゃうよね。やめとこうかこれ、うん、こっち行ってみよう。あれ、また閉まっちゃった。せっかく開けたし、はい、うん、あ、またあ、うん、あ、アートセラピー分解チェンバーへ進んでください進んで、あ、いいの？いいよ。じゃあ私がまた、うん、私がタイマーになって浅野さんがキューになるこれ毎回見せてくれるんだね、このなんかちょっと恥ずかしい感じの、うん、むき出しになってすると毎回相手しか見れないのがいいよ。そうね、自分の画面が見える。Welcome. 浅野さんだったものかな、バラバラになった。うん、ぽいよね。進もう。私乗ってみるわ、ここに。乗ってみて。乗ってみた。俺も乗ってみようか。うん、あ、ん、あ、いただけ？進めた。開いただけ。うん、進めた。多分バラバラにするための。あ、ちょっと待ってね。これ死んじゃうやつじゃない？これ死んじゃうやつ。そう、あれはね。うん、あ、ちょっと待って、ちょっと。近づくと普通に撃ってくる。だけど、基本倒す方法はないんだけど、うん、一応ね、いいキーで、あの、モテるっちゃモテるのね。え、何を？あいつらを。あいつモテるの。あの、撃って倒すことはできないんだけど。え、無理じゃない？でもあそこに行くの。でも私がこれやるしかないよね。まあ、何かしかの方法はあると思うんだけど、で俺の方も俺の方でなんかいろいろあるから、ちょっと散策するけど、うん、ちょっと一回、うん、突破してみてもいい？でも2体いるから無理だよね。1体だったらさ、できたかもしれないけど。だって行くっつったってどこに行くの？あいつらの、そこに、あ、あいたわ。あの、俺がいると道ができんのよ。俺がスイッチ踏んでると。
あそこそこ浅野さんがそこにいるとってことね。そうそうそう、だからちょっとその間にダッシュで、うん、私これ行くしかないよね、ダッシュで行けるんじゃない。あった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 本当に行けるこれ。あれもろかもろかったね、思ったより。もう怖い、ヤンキーじゃん。ゆかちゃんさあ、バラバラだった私がいた今。うそ、うん、ゆかちゃんのさ真後ろにあるさ白い壁ってポータルガン打てる、うん、打てる打てる。でもね、ほら意味なくない。ほんでさ、うん、あの俺が今見てる方向ってわかる、うん、あそこにさ壁が、打てる壁があるんだよね。え、どこ。あ、上か上か。そう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 。あ、いけた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 。そこから出ると、ちょっと待って、ちょっと死んじゃうよ死んじゃうよ私大丈夫、あの下足場あるからゆっくりゆっくり行けば。ちょっと待って、ね、ごめんごめん、俺にはそう見えたでもさ、そこしかなくどうやらちょっと違うっぽいな。ちょっと俺の方も見ていい。あさん、うん、なんかそれあるじゃん箱。そうそう、これがあって、うん、この箱ってこのなんかレーザービームみたいなやつをこうやってなんつうの折り曲げられるのよ。あ、うん、これで倒せないの。それでこれで倒せる、うん、貫通してるし、このバリアみたいなやつどう。やるね。どう、おい、やるね。ほんでここ一応言っとくわ、なんかのために。あ、ごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと慣れてる、ごめんごめん落とした。これをこれ置いとくだけでも大丈夫なのかな。あ、置いとくだけでも大丈夫だね。いけたいけた。でゆかちゃん進めるでしょ。うんうん。で、あ、で私が乗ればいい。あのね、あれ、箱が必要だ。俺の方にもね、敵が、本当だ。敵が いるから。でも私箱が必要なんだけどさ。箱必要なの？待って、あそこに上ちょっとだけ空いてるね。上？あ、そうそうそう、うん、空いてるんだよ。つまりだよ。でさ、ここにさ、これがあるわけじゃん。うん、これ。うん？これ絶対意味あるじゃん、このさ上のさ、うん、はあのレーザーが打ってるのと。あるだろうね。ちょっとやってみて。あ、ゆかちゃんさ、うん、うん、ちょっと待って、これ箱必要だし、ちょっと待ってね。確かにこの私からどう言って上に開いてる穴が不自然だよね、うん、で俺の方も なんかね微妙なところにね、うん、まあ、そこさ、うん、レーザーが撃てるよね、地面。地面？レーザーがじゃないね、貫通させるやつ撃てるよね。どこに？うん、そのレーザーがさ出てるとこ。真下？そこ、あ、うん、そこ撃ってる。多分さ、通じんじゃないここ。なんかレーザーが上に出た。あれ、私の予想ではさ、うん、私の方にある反射板みたいなやつ。あ、でもでもだよ、うん。逆に言うと、ここからレーザー出して、うん、これ俺が自力で。あの敵たちを倒せるのよあ、でも無理かな、この角度だと。いでいで、無理だな無理だな。ちょっと待って、私がここに顔を出せる意味は何かあるのだろうか、うん、確かにね、そこ何か使うはずだよね、うん、早速分かんなくなってきたね。待ってね、いきなり難しくなってきたね。うん、でもさ、ちょっと待って、あれ？間違えた間違えた。私こっから動けなくなってしまった。なんか、あ、ちょっと待って、ね。なんか俺この。うん、キューブみたいの持ってるとギリギリあの敵のタレットの弾を強引にいけるんだが、これいいんだろうか。でもさ、そこにさ持ってきたとってさ、なんかすげえ無理やりすごいわ画面になってる私から。いいのかなこれ。
あ、でもぐったりしておしまいにされさせた。ぐったりしていいのかなこれ。こんな無理やりプレイあり。どう考えても正解ではないよねこれ。その箱が欲しいわな私は。その箱がさ、こっちに持ってこられないとさ。あ、そうかそうかそうか。あ、うん、これなのね。じゃあこれを、うん、で私がね戻れなくなっちゃったの。あ、そうかそうかそうか、戻れないのか。つうことはどうやってやるの。どうにかしてこの箱を向こう側にゆかちゃんの方に持ってけばいいわけだから、うん、難しい。これまだマリオで言ったら1の2ぐらいだと思うんだよね。すんだもう。早すぎるでしょ。さあとりあえずさ、そう、一回乗ってみてくんない？うん。そっち側にちょっと行きたい。うんうん。ああちょっとちょっと。もう絶対殺す気だったでしょ今。とりあえずでもさ本当にさ、うん、私から。あ、ゆかちゃん分かったよ。待て、私分かった。分かってない。いや、待て、分かった。言って、じゃあ。そこの白い壁に私が打つんじゃない？やってみ。それこれ貫通しないんだ、これ。貫通しない。俺は分かった。あのね、じゃあ行ってみ。うん、とりあえずここに穴開けて、うん、ちなみにあのキューブはね、あのもう一回キューブが出てきたスイッチを押すと、あの今出てるやつはキャンセルされて新しいやつが出てくるのね、上から、うんうんうん、つまりここで押すと上からキューブが降ってきてここに落ちて、おこれお見た、お、すごいすごいすごい、そこから出てきた。え、完璧だった。私の意味わかった、なんか使う、いや意味わかった、すごいわかった、わかったけど、すごいからもう一回やっていい？いいよ。いいですね、いいよ。いいね、これで何も考えずにできてしまう。うん、端、あ、ありがとう。はいはいはい、また殺す気でしょ、どうせ。違う、大丈夫。見てるからね、ちゃんと。安心して。うん、大丈夫。信じて。信用しない。これで、開いたんでしょ。開いた。開いた。はい。なるほど、ちょっと難しいね。そうね、だ結構ね、あの高いところから落ちて反動で飛ぶっていうのがね、うん、ちょいちょいあるんだよね。なるほど、ね、うん、とりあえずね、使いそうなところ上げといたわ、うん、そういうプレイングになってくるから ちゃんと考えてからやって。、ね、私からねできることはもうないね。うん、あさんは嘘、俺の方もね本当同じようなマップだね。あ、似てるね。ただゆかちゃんの方にだけさっきのキューブ、あ、あれ、あ、あ、待って、分かった、そう、分かったよ。いけそう、分かった。その角度でいけんだったら俺もそういけると思う。あ、でも俺はもう道がないんだ。あ、だから意外見てて、意外見てる。こう行くじゃん。うん、そのまま左行ける。まあまあ、うん、こうで。間違えた。あ、でもね、いけないわ、これ。あ、でもあっちに穴を開けちゃうってことね。そう、あっちに穴開けてすぐ戻ればいけるかなと思ったんだけど、押し出されちゃう、なんか。それそんなことしなくても普通に撃てばいいんじゃない、最初から。斜めの 壁にわざわざ撃たないで。これ。頭、天才か。なんでわざわざ難しくしたの。押した。あ、え、なんか見たことない。見たこと、あ、もう一回押して、うん、待って、E で掴むんだよね。うん、あれ出てこないよ。あれ、ちょっと待って、押せてなかったかな。もう一回じゃない、いくよ。うん、あ、かっ E だよ、はい、それをどうすんの。違う、またさ、これ貫通させんだよ、どうせこれまた貫通、さっきと同じ方法だよ、これ。その下穴開けられる？穴開けられる。あ、じゃあそうだね。で、ゆかちゃんの方からそのボールが飛んできて、うん、で浅野さんのそこ穴開けて、穴を開けて、え、でもこのボールまず何にすんの？
わからん。とりあえずそこら浅野さんのところ開けてみて。なんかさ、の俺の方の天井に丸い穴は開いてるんだよね。そこに入れろと。でもな、届かない。どう考えても届かないんだけど、とりあえず、うん、他にやることないもんね。うん、あ、2つ穴開いてんの、浅野さんのところ。やるよ。あ、ちょっと待って、待って、うん、うん、あ、あ、あ、ちょっと待って、うん、俺がそっちに行けるのか。そうだね。よいしょ。はい。ほんで、うん、ゆかちゃんが出して、これをここに入れて、で、で、浅野さんのところに出るわ。これで行くよ。ちょっと待って、これ、うん、まあいいや。うん、これすごい難しいかもよ。本当？ちょっととりあえずやってみる。ちょっとね、あのね、キュー出してみるよ。ちょっと待って、こっちにもさらにその斜めの板みたいのがあって、うん、ゆかちゃんの方にさらにボールを戻すっていう雰囲気なの、ね、で、私にね、ここにね、青い壁あるから、うん、これ運べないのよ。じゃあそうだね、こっちから無理やり持ってくしかないね。そうだね。じゃあ飛ばすよ。ちょっと何も考えずにとりあえず穴だけ開けといてみようか。え、ダメだよ、浅野さん。ダメだって。何が？そっち2個開いてないとさ、出る場所ないじゃん。穴開けた？開けた。違う場所に開けた。あ、そういうことか。早くやるってこと、これ。そういうことだよね。もしかしたらそうかもしれない、ね。待って。ゆかちゃん。あ、ちょっと待って。下に穴が開いてない。あ、待って。うん。ここさ、通るとさ、リセットされちゃうんじゃない？穴。あ、そうなの？ほら。ちょっと待って。スピードじゃん。とりあえず一回ボール、うん、運んでみよう。これです、これ、私とポーンって出て、うん、スッて行ったら、スッて入るじゃん。で、出るじゃん。向こうに行くじゃん。うん、あれ、うん、おほら見て、私の見て。すごくない？私のとっさの行動だよ。すごい。え、どこ行ったの、ボール。つうことは、ちょっと待って。どういうことだ。俺が、最終的にあそこでキャッチしなきゃいけないんだよね。そうだ。こっから出た瞬間に。え、待って。ってことはもう一回やるってこと？もう一回だね。もう一回やって。できるかな。ゆかちゃん、そんな早い動きできるんだね。でだ。やっぱ、ちょっと見て、頭が切れちまうんだよ。行くよ。いい？いいよ。穴開いてる？開いてる。つ、うん、で出て、うん、出て、私はもう開いてる、うん、で、この時に、うん、あ、さ、穴切れた、あ、痛い、早く行って、早く行って、俺どこにいる、落ちた落ちたところを見た、ゆっくり。そっかこれちょっと早っ、ちょっと待って、この浅野さん説明とさ違う、うん、え、私は、うん、早いとかあんまりないけどだって言われたら、そうゲーム始めて早いの無理だよって言ったらさ、いや、意外ときっちりとこう時間以内にやんなきゃいけないものだったね。分かった、あのあれね、バリアを通ると、うん、穴全部消えちゃうのね。それを俺は忘れてた。いや、浅野さんの方にもバリアあんの？ある。あ、本当だ、そこにあんの、ね、うん、うん、でも大丈夫、okay. もう大丈夫。大丈夫？うん、行くよ。いいよ。うん、もうちょっとだったんだよ。もうちょっとだった。よし、え、これ飛び込んだら即死なんだよ、ね、この泥水みたいな、うん、丸じゃなくてよかった。難しいもん、そっちの方が。まあでもこれはもう答えは分かったようなもんだから、これはもう3度目の正直ってやつですよ、うん、俺がもう機敏に動けばいいだけだ。行くよ。うん、ちょ、あ、取った。おー、素晴らしい。はあ、できちゃうんだね、やっぱり。できるね、しょうがないね。実力だからな。
で、ゆかちゃんは普通に、そうだね、普通にもう送ればいいとかね。いやありがとうございます。いやもう私解体、また解体ルームに。うん。いやでも面白いでしょ。これおもろい。うん。うん。いこの余計な人間の感情みたいなものが一切介在しない無機質な感じがいいでしょ。何も、ね、何も邪魔しないでしょ。作業。作業で。ただ与えられたものをこなすだけ。でも面白いねこれね、うん。アートセラピーの2、9分の2ってなってるからまだ結構あるねこれね。まだまだある。あ、で、そうそうそう。で、ここにさ、看板にさ、うん、なんかこうマークあるでしょ。うん、で、このステージはだいたいこういうコードを使うよみたいなことを軽く教えてくれてんだよね。これ首吊りみたいなマーク何これ？どれ？これこれ。どれ首吊りって？これ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 。左から何番目？下の左から2番。下の段の左から。これ人の頭じゃないよ。これ何？人の頭。これスイッチでしょ。スイッチ。多分レーザー。レーザーを。ああそういうことか。こうなんかスイッチみたいに当てろってことね。ああなるほど、ね。完全にこれヘルメットかぶったおじさんが。そうそう。私はもうそう見えてた。それしか見えない。汚れた心によりだから人はいない設定だからここに。じゃあ行くよ。よし頑張ろう。おっと、そういうこともやってくるんだこのゲーム。やってくるね、やってくるね、脅かしてきたね。待ってこれさ、さっきのさ下がってる時に行けってことじゃないの？はっ、あっ、イベント的な、来ないんかい、イベント的な、来たね、来たね、うん、ここのこの看板にあるように、うん、なんかこうこのレーザーをどうにか何がしかやれってことでしょ。 あさっきのだから絶対これをさ、そうだね、それを使ってほんでなんかさ、まあ、それも使うんだけど、ゆかちゃんのさ右手にさ、うん、なんか青い波なんつうの、うん、これでしょ、これあるでしょ、これがこれでしょ、これこれ、そう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 、それがこれ何だったかな、ちょっとこうして、うん、こうしたりするとこういう感じで、多分ねキューブをねあん中に突っ込むとふわーって流れてくんだよね。あ、なるほど、運べるってことか。そう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 、そうだね。おー、だから待って、じゃあとりあえず待って、とりあえずあそこに当ててみていい？どこ？あそこ？あ、そうだね。あ、これ無理なのか、これね、高さ変わんないんだ。そうそう、ん？あ、でも意外と上がってる、意外と上がってる。上がってる。でも私からで見えない画面が上がすぎ上がりすぎて、上がってるけど今多分ここ全開だけど無理だね。あ、そう、あ、ちょっと焦げてる焦げてる焦げてる、そういうことはだよ。あ、まあいずれにせよここからではない。これ一回置いていい？うん。これをさ、じゃ例えばさこっちにさ、ここで、あ、あ、あ、そう、あ、そう、もひゆふゆ、あ、そう、もう、俺ごと言ってない？言ってる。俺ごと。面白い画面。あ、わかった。つまりこの、俺ここで止まってんの？どうすんのそれ、止まってるよ。動けば降りれる。なるほどね。え、じゃあ浅野さんもさ見てほしい、浮遊するとこ面白すぎるから見てるわ、ほら間抜けでしょ、ゆかちゃんすごいガニ股、空中ジェスチャーがある、空中ジェスチャー。でもさ今のやつでさ分かったけど、うん、だいたいあのなんつうの、あのなんつうの、レーザーをさの的みたいなところの高さと一緒だから、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ここだここだで、うん、え、俺が行くの？俺が行こうか。あ、私が行った方がいいかな？サンサンの画面。あ、そうだね。ちょっと見して。いいところを。なんでそんな打つの？やっつけたいから。ちょっとやっ行くよ。うん、いいよ、見てるよ。ちょうど当ててね。
え、当てるって何？そのレーザーを的に。あ、オッケー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 。その高さで。緊張してきた。そんなこと言わないで。プレッシャー。いいね。あ、おおおお。なんかすごいですじゃん。すごいすごい引っ掛かってる。あれ？あ、でも今ので、ん？あ、でもすごい焦げた音だけしてるんだけど。ちょっと一回俺がやっていい？いいよ。そこで固定するなんてことできる？なんかね、ダメージ当たって止まるみたいな感じ。そうだよね。なんで？なんかそのどうにかしてここにこのキューブを固定したいんだよ。うん。つうことは、ここのステージさ、こっち側にもさ壁があるから絶対なんか使うと思うんだよね。で、はあ、ちょっと一回ゆかちゃんが開けた穴リセットするよ。ここから出して試しにじゃあこっちから出して、ここじゃないな、うーん黙ってスーッて出てくるのやめて。待って、浅野さん見て、今気づいたけどさ、こっちに行けるぜ。え、ほら行けるぜこっち。ほら、じゃこの上行ける。ほらワープでここにつなげてさ。ワープってどうやって？こっちに、うん、ここで、うん、これでいける。ほら見て、どういうこと？見て見て、ほら隣の部屋にいける。ほんとだ。ちょっと褒めて今のは。さすがにすごい、全く気づかなかった。ちょっと行ってくるわ。行ってきて、行ってきて。だからすごいガニ股なんだよ。何があんのそっち。浅野さんが見ないって見ないんだよね。いやでもいいよいいよ。あ、でもね、うん、穴がある。あの出る穴。うーん、でもねそれだけだね。部屋があるだけ。うーん、でも絶対、あ、でもね、うん、ピーが出てるよ。またピーって何、なんかまっすぐのピーが出てる。まっすぐのピーって何。待って、そう、俺も見て見て、必ず、うん、あ、あ、そっか、このこれがちょっと来て。じゃあ俺そっち一回行くよ。そっち、うん、ガニ股で来て。うん、はい。見えてる。俺の恥ずかしい姿。恥ずかしい姿見てるわ。はあ、はあ、ほらこれなんだ。見て、これがさ波じゃなく一応さ運ぶようなやつじゃん。ん、運ぶようなやつなんだけどさ、うん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 、模様がね。でもさこれ板なんだよ。これ止まるやつじゃない？止めるんじゃない？止められるんじゃない？あ、そうだね。だよね。板だね。いやでも絶対なんかここあるよね。これ絶対これを行かせた方がいいやつじゃん。そうだよね。でも、じゃあね。難しい。ちょっと手げ、なんか意外と隣接して隣接できるんだねこれ。だからどうしたになってしまったよ。そうだね。だからどうしたって感じだな。そういうことじゃねえよって感じだね。なんかさ、なんかこっち側の大きい部屋で行動したときに、ここのバリアって消えたりする瞬間あったのかな。なんかそんな気もするな。ちょっと待ってて。あ、わかった。わかった。そこのバリアの上のところにもレーザーの的があるのね。つまり
そこに向けてレーザーを撃った瞬間だけ、そこのバリアが消滅するはずなんだ。わかるかい？わからない。わからない。ちょっと俺が、やるわ。見てて、見てて。うん、ここで、ほら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 、ちょっと待って、ほら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 、ちょっと待って、これほら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 、あ、そうだ、ちょっとさ、ちょっとさ、ちょっと止めてくんない、それ。え、何で？私バリアを消したいから、自分、はい、バリアじゃない、なるほどね。で、私はこれを、そうそう、それを外に、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、待って、うん、いや、じゃあ止めたいわけだから、うん、あ、ここに打てばいいんじゃない、こうやればほらほら、そうだね、そうだね。いや、それで、で、ゆかちゃんはそこに、うん、うん、そこに行ってもらって、で、もう生きてる生きてる。で、さっきみたいに、そうだ。簡単なルートをやって、うん。あ、ちょっと待って。この部屋に早く気づけば簡単だって。いやー、でもね、そこは俺は気づかなかった、全く。いや、おもろい、このゲーム。面白いでしょ。うん、中央に行ってるわ。ちょっと回転しちゃったけど。でも、あそこでまっすぐなんじゃない？真っ直ぐになる。ほら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 。おお。開いた？開いた。うわー、出ていいもん。あ、ごめん、開いたけど、うん、違う、レーザーが触れた瞬間に、なんつうの、リフトみたいなやつがウィーンって上に上がってっちゃって、あの、俺が先に乗ってなきゃいけないっぽい。ちょっと待って、ちょっと待っててね。まあ、分かったから、でも。出なくて。うん。もう一回、もう一回やるよ。OK。うん。で、話す。で、俺は先にリフトの上に乗り。行くよ。行った。上がったよ、上がったよ。ん？ね、全く見えないからね、その。俺なんかすごい中途半端なところで止まったんだけど。ちょっと待って、これ私も出れるじゃん、これ。出ていい？出ていいよ。俺が出れない。ん？戻ったよ。え、どう行ったの？俺、どこに行ったの？戻ってきて、さっきのところに。あ、これ二人で乗んなきゃダメだったんだ。え、そういうこと？書いてある。そうそうそう。書いてある。あれ、ほら、二人で登んないと扉開かないって書いてある。あ、ほんとだ。あれ、あの二人のマーク。ほんとだ。なるほど、私が出なかったから。そうだね、タイミングを見て。ちょっと待って、じゃあ私が責任持ってあれを来る。またさっきのとこに行くところから始まる。ちょっと待って。あ、ごめん、なんかずらしたところ。これできる、これできる。あ、ありがとう。はい、はい、はい。で、はい、で、うん、で、ゆかちゃん壁を作り、OK、で、これを一回戻し、で、私出るわ、もうここから。ちょっと待って、うん、そう、ゆかちゃんが出ちゃうとこの壁が消えちゃうん。じゃ、消えない消えない、見て、こっから出れば大丈夫なの、こっから出れば。あ、そっか。あ、そうだ、じゃあ出てで、二人でリフト乗ればいい。そうだそうだそうだ、もうじゃあ待っててもらえばいいのかな。うん、ってことだよね。いや、めちゃめちゃ時間がかかったな。かかった、ね、いや、結構難しかった。いや、面白い、パズル、うん、でしょ。これで見てれば、ほら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 、いやー、これは、あ、でも面白いわ。達成感がすごいもん。まあ、なんか本当になんかこう、なんていうの、パズル解いた感じするよ、ね。うん、する、すっきりする。うん、よし、じゃあとりあえず今日はこんなところでいいんじゃないかな。はい。はい、じゃあ続くかな、これは。続けよう。行きましょう。はい、じゃあそれじゃあまた次回で。さよなら。はい、お疲れさん。